皆さんおはようございます。今日も今日の一曲いってみたいと思います。はい、昨日はですね、和食ダイニングひとときさんの、15周年記念、盛り上がってきました。はい、やっぱりね、すごいですね。飲むのが大好きな人が集まると、すごい盛り上がりになるんだなっていうことで、本当にお声かけいただきましてありがとうございました。15周年改めておめでとうございます。はい、それでは今日の一曲なんですけども、まあいろんな歌手のいろんな、名曲っていうのはたくさんあるんですけども、ここぞという時に必ず盛り上がる、曲、まあ神曲と言っていいのか、ビーズだったらウルトラソウルとかね、たくさんあるんですけども、昨日はですね、世代的にもですね、この曲が一番盛り上がったので、今日はですね、その曲を歌いたいと思います。それでは行ってみましょう。西城秀樹さんで「ヤングマン」。ヤンマン、さあ立ち上がれよヤンマン、今飛び出そうぜヤンマン、もう悩むことはないんだからヤンマン、ほら見えるだろうヤンマン、君の行く先にヤンマン、楽しめることがあるだから、素晴らしい YMCA YMCA、 憂鬱など吹き飛ばして、君も元気出せよ、そうそう YMCA YMCA、 若いうちはやりたいこと何でもできるのさ、飛ばして君も元気出せよ、そうそう YMCA YMCA、 若いうちはやりたいこと何でもできるのさ、 YMCA YMCA、 憂鬱など吹き飛ばして君も元気出せよ、そうそう YMCA YMCA、 若いうちはやりたいこと何でもできるのさ、ででででででウルトラソウル、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちょっとね、昨日のショーの尺で、歌ってみました。いかがだったでしょうか。なぜか最後はウルトラソウルっていうのがですね、僕のショーのね、基本的な、ルールになってますんで。はい、ありがとうございます。本当にね、世代的にもヤングマン世代の人が多かったので、すごい盛り上がりましたね。若い子たちもみんなやってましたね、 YMCA。 最初ね、戸惑いながらね、 YMCA どうやってるのか分かんないみたいな感じだったんですけどね。はい、皆さんも、やっていただいたでしょうか。はい、ありがとうございます。それでは昨日のコメント読んでいきたいなと思います。はい、昨日はですね、モンゴル800、小さな恋の歌を歌いましたけども、ノフさん、いつもありがとうございます。こんばんは。昼過ぎまでは日差しが強くてめちゃくちゃ暑かったのに、雨が降ってきました。ああ、そうですか。
昼間はエアコンつけていましたが、今は外の方が、涼しい変な一日ですね。まあ今日もねどうなんでしょうね、なんか今日岐阜とかねあの辺が、なんか集中豪雨気をつけてくださいとかテレビでやってたので、ぜひ気をつけてくださいのふさん、モンパチ懐かしい小さな恋の歌、平成のカラオケで、最も歌われた男性曲の1位。あ、そうなんですね、確かに20代の頃よく歌っていました、20年以上前、それは年取るわけだ、もう20年以上前ですかね。そうですね、あとあなたにも良かったですよね、あなたに会いたくてっていうやつですね、洗濯洗剤トップの CM よく覚えてますね、もうよく歌ってました、2年ほど前の、JT の CM でよく流れていた曲、思うた魂を思うも、落ち着きのあるいい曲だなと思います。ああ、この曲知らないですね、ちょっと聞いてみますね。はい、そして、ユーミンの効果について調べたら、有名な曲でした、瞳を閉じて、平木健さんじゃないですよね、効果のための曲だったので、当初はあまり発表されてなかったんですかね、アーカイブ放送を見た時も、適当にさらっと見ていたので、効果の、石碑も効果の石碑もあるみたいです。あ、そうなんですね、約40年前の、女子高生がラジオで、投稿して生まれた曲みたいです。五島列島の鳴高校でと。あ、そうなんですね、鳴高校って読むんですかね、40年前。あ、そうなんです、ラジオの投稿で、素晴らしいです。何でもやっぱりね、あの行動を起こしてみることですよね。行動を起こすことで、自分の人生とかね、そういうのって本当に、ガラッと変わったりしますからね。はい、そうだったんですね。瞳を閉じて、この曲もちょっと聞いてみないと分かんないかもしれないですね。ちょっと聞いてみたいと思います。はい、ありがとうございます。しのさん、いつもありがとうございます。こんにちは、つよしくんね。なんとなくそんな感じじゃなかったですか。YouTube とか TikTok で、流れていて、若い人たちも歌ってますね。恋したいな、ね、まだまだできますよ。繋いだ手離しちゃダメですよね。そうですね、タニーさんの恋愛観、全く同感です。欲しくて欲しくて手に入れたものがいらなくなっちゃうのは悲しいね。まあでも本当によく洋服なんかでもあるじゃないですか、衝動買いでね、こう買っちゃって、買ったはいいけど値札がついたまま着ないでそのままタンスの肥やしになってるとかね、もう本当にね、そうなんですよね、恋ってそういうもんですよね。はいね、ぜひ、たくさん恋してください。はい、ありがとうございます。はい、皆さんコメントありがとうございます。はい、今日はね日曜日ということで、まあね、まあ、今日雨が降るっていうのはね、知ってたんですけども、皆さんのところは大丈夫でしょうか。なんか西側、特に中国地方からね、北陸にかけてがね、なんかすごい雨がすごいらしいので、ぜひ皆さん気をつけてください。まあ何度も言いますけど、アンダーパスはね通らないようにしましょう。はい、まあね、ちょっとどんよりした日曜日ではありますけども、ぜひ皆さんの日曜日が、素敵な日曜日でありますように。それではまた明日。